はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、先取り特権について解説いたします。先取り特権がどういったものなのか、またどういった種類があるのかについて、今回基本的な部分を解説いたします。まず先取り特権っていうのは、一定の債権を有する者は法律上債務者の財産から他の債権者に優先して弁済を受けることができる権利、これが先取り特権なんですね。で、これっていうのは法律上って書いてある通り、ある債権が発生するともう自動的に先取り特権がついてくるよっていったイメージです。なので以前解説した留置権と似てるんですね。留置権も法律でこういった場合は留置権が発生するよみたいな感じで、もう法律で規定されているんですね。言い換えると約定担保物件ではないよっていう話です。先取り特権は約定担保物件ではなくて法定担保物件に入ってきます。法律で定められた担保物件ってことですね。約定担保物件っていうのは契約をして成立する担保物件、例えば抵当権であれば抵当権設定契約、これを結ぶことによって成立します。また質権も質権設定契約を結ぶことによって質権が成立するんですけども、この先取り特権は留置権同様、先取り特権契約っていうものはないんですね。なくて、ある債権を有することによって自動的に先取り特権がついてくるよといったイメージです。まだここまでの解説ではあまりわからないと思いますんで、これからお話していく中でちょっとずつですね、わかるようになってくると思います。で、まず先取り特権は大きく分けて1、2、3、3つの種類があるんですね。一般先取り特権、動産先取り特権、不動産先取り特権、3つあるんですよ。で、一つ一つ見ていきます。まず一般先取り特権っていうものがあって、例えば教育費用、雇用関係、葬式費用、日用品の供給、まあ、これ4つがあるんですけども、まず教育費用って例えばどんなものかって言ったら、強制執行のためにかかった費用、他の債権者の利益にもなるような費用のことを言うんですね。強制執行することによって他の債権者にもメリットがありますよね。強制執行っていうのは、競売にかかる費用って考えていただければ大丈夫です。競売をかけることによって他の債権者がいれば、他の債権者も配当を受ける権利をもらうわけなので、これは他の債権者の利益になる費用ですよね。こういったものが共益費用に当たります。で、続いて雇用関係、会社員の人が会社から給料をもらっていない、そういった場合自動的に先取り特権がついてくるんですね。この場合債務者っていうのは会社になってきますよね。会社が有する財産から先に回収することができる、他の債権者と比べて先に回収することができますよっていう話です。あと葬式に関する費用ですね。で、日用品の供給、これは例えばガス代だったりとか電気代、こういったものが未払いだった場合、こういった費用っていうのは他の債権者よりも先に債務者の財産から代金を回収することができますよっていう話です。で、これらの一般先取り特権っていうのは全財産が対象なんですね。全ての財産から回収することができるっていう話です。例えば現金がなかったとしても動産があれば、その動産を売却した代金から回収することができますよ。また現金も動産もない、不動産しかないってなったら、その不動産を売却することで代金から回収することができますよっていう話です。で、この中でも優先順位があるんですけども、それについては今回ちょっと省略させていただきます。で、続いて動産先取り特権ですね。動産先取り特権、例えば不動産賃貸、動産売買、宿泊、その他にもあるんですけども、今回この3つちょっと解説していきます。不動産賃貸っていうのは、不動産の賃料、これが未払いだった場合、つまり債権者はオーナーになってきますよね。で、オーナーが誰かに不動産を貸しました、その人が賃料払いません、そういった場合オーナーは未払い賃料債権を持ちますよと、賃料債権を持ちますよね。で、この場合何から回収することができるかっていうと、動産から回収することができるんですね。つまりその借主が貸した不動産の、建物の中に置いてある財産、例えばテレビだったりとか
パソコンだったりとか、そういった動産を売却すること、競売にかけることによって先に回収することができますよっていうことで、動産先取り特権に含まれてくるんですね。不動産先取り特権ではないので、この点注意してください。不動産先取り特権だと、後でも解説するんですけども、その不動産を売却して得られる代金から回収するってことになるので、ちょっと話がおかしくなるんですよね。なぜかというと、賃借人、借主っていうのはその建物の所有者ではなくて、オーナーが所有者だから、オーナーが自分の建物を売ってそこから回収するって意味がわからないですよね。なので、不動産の賃貸に関しては動産先取り特権に含まれますよっていう話です。で、続いて動産売買ですね。これは未払い代金債権の話です。例えば私が A さんに物を売りました。売ったはいいけれども、売って引き渡したはいいけれども、代金まだもらっていないという状況。この場合、この物を競売にかけちゃって、そこで売れた代金から回収すると、まあ、いうことですね。で、続いて宿泊。これは未払いの宿泊代金債権の話です。ある人が旅館に泊まりました。旅館泊まったはいいけれども、宿泊費払わないといった場合、その宿泊した人の荷物、これを差し押さえて競売にかけて、そこから回収することができますよといった話です。まあ、これらが動産の先取り特権なんですけども、これっていうのは一般の先取り特権とは違って、全財産から回収することができなくて、特定の財産からしか回収できないんですね。例えば不動産賃貸の場合は、その不動産の中に置いてある、つまり貸した建物の中に置いてある動産、これが対象なんですよ。それについては差し押さえて競売にかけて代金回収することができますよと。あと、動産の売買であれば、売ったものに対して先取り特権がついているわけなので、それ以外のものについては先取り特権ついてないんですね。だから売却して引き渡したはいいけれども、お金もらっていないというのであれば、それを差し押さえて、それを競売にかけて、そっからしか回収できないよっていう話です。これは特定の財産の意味ですね。宿泊についてもそうです。宿泊した人がその部屋に持ち込んだ荷物しか先取り特権につかないので、それを競売にかけて回収すると、まあ、そういった流れになります。まあ、実際その荷物って、まあ、大したお金にならないと思うんですけども、一応法律上はそういう風な内容です。つまり債務者が不動産を持っていたとしても、そこからは回収することはできませんよっていう話なんですね。関係ないよっていうことです。で、続いて3番目ですね。不動産先取り特権。で、これについては、不動産工事の先取り特権、不動産保存の先取り特権、不動産売買の先取り特権、まあ3つあります。で、不動産工事の先取り特権っていうのは、まあ、工事の設計に関する費用、設計費用だったりとか、あとは建築費用だったりとか、建物を建てるための費用だったりとか、まあ、厳密に言うとちょっといろいろ出てくるんですけども、まあ、とりあえずはそんなイメージで大丈夫です。で、これらについてはその不動産、この特定の不動産ですよ。この不動産のみ目的物となってきますので、その不動産を売却してそこから得られる代金から回収することができるという意味で特定の不動産です。例えば A という建物の設計をしました。また A という建物を建築しましたというのであれば、この設計費用だったり建築費用回収できていない、払ってもらっていないというのであれば、この A という建物を競売にかけてそこからしか回収することはできないんですね。他の建物、いわゆる債務者が持っている他の建物を差し押さえて競売って、これはできないんですよ。これについては先取り特権ついてませんので、あくまでもその建物です。その点は注意しておきましょう。で、不動産保存の先取り特権、これ例えば修繕費ですね、雨漏りがして屋根交換しなきゃいけない、屋根修繕しなきゃいけないっていった場合の屋根を修繕する費用、まあ、不動産の価値を維持するための費用ですね。その修繕費用を払ってくれない場合は、その建物に先取り特権がつきますよといった話です。で、不動産売買の先取り特権、まあ、これは動産売買の時とよく似ていて、不動産を売却したけれども代金払ってもらっていない、まあ、そういった場合ですね。そういった場合、その建物を差し押さえて競売にかけて、そこから得られる代金から回収することができますよといった話です。まあ、これが先取り特権なんですね。今言ったそれぞれの債権、費用とかありますよね。費用だったり債権とかあります。そういったものについては先取り特権がついているんですよ。つまり一定の債権っていうのは、法律で定められたこういった費用だったりこういった債権についての話であって、
法律に規定されていない費用だったりとか債権については先取り特権でつかないんですね。こういったものについては先に回収させてあげた方がいいですよね、ということで法律で先に回収してくださいよ、他の債権者よりも優先して回収することができますよっていうふうなルールになっております。でとりあえず今回の動画では先取り特権がどういったものなのかある程度イメージできるっていうことをメインで解説させていただきましたので、細かい部分については別途問題を解きながらまたテキストを読みながら勉強を進めていっていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。